こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。インターネットで調べた無料情報が役立たないわけ。インターネットで調べた情報が Amazon 輸出ビジネスでは使えない3つの理由。1番、無料だからと検証せずに公開している。ね。実際やってみたゃこれ明らかに間違えてるのに、まあ、その情報平気でね、公開している人も結構います。まあ、印象深かったのは、 えー、アメリカのアマゾンの受け取り銀行口座。ね。えー、銀行の口座名義人。まあ、例えば私なら、堀秀夫と書くところをね。えー、ここは銀行名を書けと。シティバンクと書けという風に発信してた人がいてね。結構その質問受けました。ね。銀行名って情報を見たんですけどって言ってね、えー。なんでこの間違いをするのかなと。まあ、なんでするのかなっていうかね。まあ、実際にやってない人が、まあ、宣伝のためにね、えー、 情報を確認せず発信してるってのはよくわかるんですけど、まあ、始末の悪いことにね、まあそういう人ほど逆に集客のテクニックがあってね、検索では上位に来たりしてるということがあるんで、まあ、この無料だから検証せずに公開してると、ねえー。例えば、まあ、私はそういうのやってませんけど、私の依頼を受けて、私の提灯記事を書いてるね、 えー、ライターさんが実際に Amazon 出動やってなかったりね、えー、まあ自分じゃ全然分かってないのに、どっかから集めた情報で情報を発信してると。まあただしそのライティングとかね、SEO の技術はうまいというような場合にね、こういうこと起こりますし、これ結構多いです。ね、えー、検証してない、検証してないっていうか検証できない人がね、えー、ただ情報を発信してるっていうの多いんで、まあこのパターン結構多いです。 それから次に多いというかね、始末に悪いのが、発信者の乏しい経験をもとにしているので再現性が怪しいと。ね。まあ一回うまくいったとかね、えー、せいぜい数回やってみたという程度で情報を発信してますし、まあま,またね、それ嘘じゃないんで、遅れましたとかね、遅れませんでしたとかっていうのはそれ嘘じゃないんで、まあね、体験談だし、まあ大丈夫なんだろうと。ね。大丈夫だったらいいなと思っている人がね、 大丈夫だって情報を見れば大丈夫なんだと思いますしね、えー、ダメなんじゃないかなと思ってる人がダメでしたって情報を見たらダメだと思い込むというのがあるんでね、まあ、この1分の1とかね、えー、せいぜい仲間内の3人4人とかいうその、まあ、少ない経験をもとに発信している情報は何十回も何百回もやるとね、全然違った結果が出てくるとか、まあ、そもそもその人がたまたまうまくいっただけで、 他じゃ違った結果ががが出るるとととといいいいううここああんでね、えー、使い物にならならいいります私の場合は、まあ大体ね、まあそれは何百人もサポートしてるわけですし、まあ常時何十人かね、サポートしてるんで、まあこれは、ま数回はうまくいくけどね、三人に一人はこういうケースに引っかかると。で、その引っかかった時のダメージがでかいという場合はね、それはやんない方がいいというようなね、 話をしてますし、それができますけど、まあ、通常情報発信をしてる人はね、えー、その人にサポートをしてるとかね、えー、自分で何十人も使って、えー、その検証してるということはないんで、自分一人とか、まあ、仲間内数人の情報を元にしてるんで、まあ、再現性といった点では非常に怪しくなります。そして3番目。日本語で検索しますね、普通はね。えー、私も基本は日本語で検索して、 まあもっと他の情報ないかなとか、あるいはこれはね、ヘマるとまずいんで英語でも確認しようという時以外は日本で、日本語で検索してます。で、日本に住んでるとね、日本の常識が、まあ、えー、世界の常識というふうに勘違いしますけど、実際は日本の常識は世界の非常識です。まあ、例えばね、本来は運べる荷物も面倒だからと断られることも海外では普通にあります。まあ、それをね、いくつか例を見て、 きま,すまず、U パックで何かね、物を送るとき、送れる、送れないというのを調べたときに、まずこのね、えー、送れないものというのを、まあ、郵便局で調べると、ねまあ、この辺ぐらいまではやる人が多いと思います。で、リチウムイオン電池を例えば、送れるのか、送れるのか調べて、まあ、どうやら送れそうだと、まあ、送るときに、まあ、こういうね、えー、条文を読んで、まあ、大丈夫だなというので、えー、郵便局に持っていくと。 いう形になります。大抵の人はそうしてると思います。ところが、郵便局から見たらですね、別にリチウムイオン電池ついたのを運ばなくても、まあ、別に極端な話ね、えー、郵便局局員っていうのは、えー、一応形ばかりの民間にはなってますけど、ほ,ほぼね、えー、国がやってるわけですから、売り上げが上がろう上がる前が関係ないと、まあ、めんどくさいとかね、怪しいものは断った方がいいという形でやってますんで、 こういうのを逐一勉強してね、えー、その来た時に遅れるものはね、えー、必ず差し出せるようにしてあげるとかいう人は稀です。ね、で、遅れないものを遅れると言ってしまった時のね、めんどくささっていうのは、えー、逆のパターン、遅、ね、れないものを遅れるって言った時の形よりめんどくさいんで、まあ、かなりオーバーに、ね、これは遅れませんという形で言ってきます。 で、実際それを曲げる証拠をやってね、えー、出せるとなってると、頑張るのは結構疲れますし、まあ、それに見合うメリットがあるのかなという場合でね、これは普通、本来は送れるんだけど、送るの大変だし、この商品はね、えー、そんな頑張って送っても大してもわかんないから、まあ、えー、扱わない方がいいという形でサポートしようという形でね、サポートしてるものも結構あります。それから、時期や対応した、 かかりによって発送禁止商品が変わると、ね、えー、さっきのリチウム4電池もね一時期は送れませんでしたねで送れるようになってもそのルールは変わりますしまあ基本的にね、えー、送れるはずなのに送れない国があったりとかね、えー、いうパターンもありますまあ、リチウム電池っていうのはね、えー、結構 何でも入ってる。でも危険物というのでね。えー、全部禁止にしちゃうと荷物が減る。で、えー、かといってね、えー、全部送らせると非常に危ないと。事故があった時は取り返しがつかないというのでね、えー、扱いが変わります。で、例えばアルコール、ね。アルコールが入ったものを送るってのは結構大変なんですけど、アルコールってそもそも、まあ、普通に普通の人がイメージするのはお酒ですよね。 ところが、郵便局が想定してるアルコールっていうのは、100%アルコールのアルコールのことを言ってます。ところが、局員はね、アルコールはお酒って思ってる人もいれば、アルコールは純アルコールだって分かってる人もいて、対応バラバラです。で、そのね、やりとりの例が、ブログで出してる人がいますので、ちょっとね、公開すると、遅れたねワインが、 送れなかったと、送れるはずの日本酒が送れなかったという、えー、記事を書いてました。ね、この人ね、なんで送れないんだと。何から始まってますけどね、えー、途中省略してます、えー。フランスへはアルコールでは送れません。何と、ね。で、フランスから日本にワインを送ったときは何も言われなかった。こういう発想する人も多いですよね。フランスから日本にワインを送るのと、日本からフランスにワインを送るのと全く関係ない話ですよね。 相手の国から入れられるからこっちから送れるってこともないですし、フランスはフランスの郵便局が送ってる。日本は日本の郵便局が送ってる。全くね、えー、違いますで。これをね、これをなんで、えー、フランスから日本にワインを送った時送れたのに、日本からフランスに日本車を送れないんだと思うのか、この発想がわからないですけど、でもこういう発想する人結構多いです。でとにかくね、郵便局送れません、ね、1一点張りだったと。ね で納得でできないので一旦帰って調べた調べたところ、送れるはずのものを、ね、送ってないというのが分かったので出直した。ねえー、でこれは、工業用アルコールが送れないということじゃないですか。で郵便局にはアルコールは送れないと。と、えー、だってここに書いてありますよというふうに言ったらね、えーえー、確認します、少々お待ちくださいで。常識らしき人が出てきて、アルコールは送れないと再度言われると。 で、再度説明して、で、それをそのね、遅れるって情報どこですかって言って、郵便局のホームページを見せた、ね。で、た、ただ国ごとに規定が異なりますんでって言っても、えー、フランスには送れないと言ったんでね、フランスは送れないんだと言ったら、フランスのページだよと。で、少々お待ちくださいと。ね、で待たされて、調べたら遅れることが判明したと。ね、おいと、遅れるじゃないかっていうことなんですけど、これね、 調べてみて遅れたから遅れるじゃないかって言って荷物を出せるのは多分日本だけです。ね、このやりとりをアメリカなりオーストラリアなりでやったらね、えー、その遅れないって言った上司、ね、格好悪いんで、格好悪いから嫌だっていう理由で多分断れます。なんか理由をくっつけてね。えー、で、向こうが受けないって言ってるものを遅れるはずだから遅れっていうことをご了承して遅らせることが可能なのは日本だけです。 オーストラリアとね、アメリカでこれ、同じことやったら多分ね、えー、まあ、郵便局でもめて警備に叩き出されると思います。ね、遅れるものは引き受けなきゃいけないなんて法律はないんで、そんな法律はないのに、まあ、引き受けるのは日本ぐらい。まあ、日本はもしかしたら法律あるんかもしれないですけど、えー、少なくとも、ね、頼まれたら引き受けなきゃいけないなんていうことはないんで、えー、やだと、ね、えー、今は受けられないとかね、えー 受けないっていう自由は向こうにあるんで、えー、遅れないと言ったら遅れないんだということでね遅れないですね、まあ、ただこの感覚は多分海外で暮らしたことない人は分かんないと思いますけど、えー、海外だとね、できるはずのことをやってくれなかったりね、えー、受けませんというのはよくありますまあこういうやり取りがあって、まあ、結局ね、遅れるものが遅れたと ね、日本だからの話ですけど、えーまあ、この常識が通じるのは日本だけという話ですね。で、送れるマナーは引き受けなきゃいけないとは決まってないという例が、まあ、私がやった例だとね、オーストラリアから日本に金ドル、金ドルは当然リチウム電池入ってますよね。で、送ろうとしたとき、まず郵便局だとオーストラリアから日本には送れません。日本からオーストラリアには送れますけど、オーストラリアは引き受けてません。 まあ、DH か DHL か FEDEX、ね。で、FEDEX 高いんで DHL に頼みました。で、遅れますかって言って送れますっていうので、えー、引き受けてもらって、周、ま、回、あ、を依頼したらですね、えー、電話かかってきて、やっぱり面倒だから受けられないと言って断ってきました。ね、えー、入荷が面倒なのかと。だったら出しに行くよと言ったらですね、まあ、そうじゃなくてリチウム電池は面倒だから引き受けたくないと。た、まあ、多分。 書類かなんか出すんでしょうね。余計なね。で、一個の荷物ぐらいでそんなの受けたくないというのでね、断られました。日本の感覚だとね、送れるのになんで受けないんだってご了承するとこですけど、まあ別に、オーストラリアだと受け、受けたくないっていうんじゃ、受けるとこ探すか、まあ、えー、諦めるしかないなというのが普通の感覚です。まあ結局、この時はね、えー、フェデックスで送りました。まあそんな形で、まあ、 無料で情報を発信してる人はね、えーまあ、集客で単に依頼されてるか、まあ、趣味でやってるか、あるいは、ねえー、単に日記代わりにつけているかって形で、まあ、正直、それを信じて実践した人が、まあ、損をした,人したとしても,何の,利益にも何の不利益もないと、ね。逆に言うと得したとしても何かもらえるわけじゃないんで、まあ、全く、えー、使えるかどうかという検証はなしに、えー、自己満足でやってます。あるいは 役立とうと思ってやってる人も悲しいことにね、えー、実証件数が少ないんで、えー、再現性は低いです。そんな形で、わざわざ、まあね、えー、有料でサポートを受けていただいてるんで、まあ、無料情報を鵜呑みにすることなく、まあね、えー、見かけたけどこれできるんですかと、ね、確認してから実践してください、えー。全く見るなとは言わないですけどね、えー、見ると害になる情報が結構多いです。 でましてやねこの人がやってんだから大丈夫かなとやってみてやったことがね、えー、結構それ取り返しのつかないミスでしたねとね、まあ、サポート受ける前にね、えー、それは失敗しましたねというのはまだしょうがないというかあれなんですけどサポート受けてる受けてるのにねそれやっちゃったっていうのはもう非常に私もね、えー、あなたもまあ後悔することになるんで、えー これ大丈夫ですかねと。これ合ってますかというね、確認してから何かやりたいときは実践していただければなというふうに思います。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。